全部ですね。っていうのはゲーム作りって本当大変なんですよ。で、大変の中でそれぞれのスタッフがそれぞれの役割を一生懸命頑張るんですね。やっぱり好きじゃないとね、3年4年ってかかる一つのゲームを作るのにこんだけの期間かかる中で本当に辛いなとかもうやだなとかと思いながらやるとなかなかいい作品ってできないので、そういった意味では本当好きであることっていうのが一番大事なのかなって思ってます。これは先ほどねちょっと話、質問があったんですけども、基本的には全てやっぱりオリジナルで我々作ってますので、そういった意味では既存の例えば映画であるとか小説であるとかそういったところから何か物語をこう引っ張ってきて、作るっていったことは基本的にはないですね。全て、キャラクターもシナリオも、設定も新しく、独自に作り上げているものです。これがですね、日本でね、海外でももしかしたら展開してるのかもしれないんですけども、これアスベルですけどね、これアスベル、もうすぐ皆さんもね、海外の皆さんも主人公アスベルの冒険が楽しめると思うんですけども、こういうね、ちっちゃいのも可愛らしい、デフォルメされたね、フィギュアも可愛いなって思いますね。そうですね、これに関しましてはまず、我々の方で各キャラクターの設定というのを全部作ります。年齢であったりとか身長であったりとか、体重であったりとか、さらにはですね、彼がその年齢、今の設定の年齢に至るまでどういうふうな人生であるとか生き方環境で、今の年齢にでいるのかとか、そういったところも全部、設定として作り上げます。それを、各先生方に説明を差し上げて、理解していただき、そこから先生が、イマジネーションしていただいて出来上がってくるキャラクターっていうのが、テルズオブシリーズのキャラクターになります。ただ、例えば、顔の表情であるとか、あとは衣装ですね、着ている服とか、そういったものの、デザインに関してはさらにね、ちょっと先生にはいろいろと調整してもらいます。はい、そうですね、これはタイトルによって結構変わってくるんですけども、ただ基本的には、物語の設定と、キャラクター主人公ヒロイン、ここの設定っていうのはほとんど同時に考えていきますね。っていうのは、その世界の中で、主人公がどういう冒険をしていくのかとか、逆に、主人公が、どういう設定の中で、動き回るのかとか、こういったところっていうのはやはり両方、必要な設定ではありますので、まずその両方をアプローチして、形まとめていくっていうことが、基本的なスタンスとして多いですね。これねちょっと分かんないと思うんですけどね、麻婆カレー、日本でね、レトルト商品でカレー、麻婆カレーっていうのがね、テルズオブシリーズゲーム出てくるんですけど、それを実際に、ね、商品化したものです。こういう風にね、そういったゲーム以外でも楽しんでもらえるようにいろんなね、ものを、考えて作ったりしてます。そうですね、我々は常に、走り続ける、いわゆる常にテルズオブシリーズを作り続けていきたい、または続き続けていくといったところが、大きな、シリーズを続けていく上での、課題でもありますので、そういった意味では、もちろんね、近い将来新しいハードが出ればそれに向けての開発っていうのはあるでしょうけども、現時点では、今あるハードに対してより良いテルズオブシリーズを、作っていきたいっていう思いでいます。そうですね、難しい質問ですね。これに関しましてはキャラクターカスタマイズというよりは、キャラクターの見た目とかそういったものを変えられる、例えば、
アタッチメントとかそういったもので、例えば可愛らしいねものをなんかつけていくとかそういったことは、今後やっていきたいなというふうな考えはありますけども、根本的にキャラクターを、なんだろう、カスタマイズするというのは、そもそもやっぱりね、キャラクターデザインとして主人公ヒロイン、その他のキャラクター作ってますのでこれの顔とかね、見た目がもうそもそも変わってしまうというのはちょっと、テイズオブシリーズのキャラクターの、なんだろう表現にちょっと適していないなっていう部分がありますのでそういった意味では、キャラメイキングいわゆるそういったものはちょっと考えてないですね。でこれが、今回ねアニメ制作会社の UFO テーブルさんの、スタッフが描いてくれたもうこれ1枚だけですね限定の、発売終わっていつだろうな去年の11月ぐらいかなお疲れ様でしたって言った形で、描いていただいてで届けてくれたんですね。非常に嬉しい大切な一枚です。はい、なるほど。そうですね、こちらに関しましてはわかんないですね。なんとも、入ってくる時もあるでしょうし、出てこない時もあるでしょうし、まあ、これもトータルの、物語を含めての、パーティーキャラクターたちの構成とか、そういったものにもやっぱり大きく、左右されますので今後ね、そういった例えば動物であるとかマスコットキャラクターがよりいいね表現が、できる形で入ってくるっていうことはまあ考えられますけれども、お約束はできないかなって思います。